晴れてはいますが、結構寒くなってきました。週末の大型台風、関東を直撃する。進路を取っています。台風情報には気をつけましょう。最近しかも観艦式の開催が行われます。やはり気になりますよね。台風、自然にはやはり人は勝てない。今までとは全く別の元と同じ進路を通っています。そういえば最近自衛隊員の募集をよく見かけます。自分が目に入るだけでしょうか。まあそれは気にしているということでしょう。それでやはりそこまで入ってこないのかなと。実際一般的な社会でも人が入ってきません。より多くの人がいるわけでもありません。若い方に限っては本当もう人口減少の一途をたどっています。そこから一般の会社ややはり特殊な職務に就く自衛隊は必ず日本人でなければいけない。そこの決まりも多くあるでしょう。これからどんどん進んでいく少子化、少人数での任務の確保、より多くの装備品が必要になってくる。日本の自衛隊は海外支援なども行っています。やはりそこには人員は必要になってきます。自衛隊の道路を作るという技術などさまざまなところで活用されています。
通に銃器もあるんです。何しろ多くの人たち、やはりそこに自衛隊も必要になってくるでしょう。私たちが平和に暮らしていけるのも、やはり自衛隊が国を守ってくれる。日々訓練をしてくれるおかげでしょう。災害時など多くの派遣を目にしています。自衛隊派遣、これにより私たちの災害時の手助けをしてくれる、勇気づけてくれている、そんな心強い部分もあります。それに憧れて自衛隊に入ってくる人もいます。決して多くを何だか将来的には無人機がもう飛んでいるような気がします。ターミネーターのような世界に本当変わってくるでしょう。何が怖いか、機械が自ら動き出す、その時が一番怖いのです。どんどん進む AI 技術やテクノロジー、この時代どんどん進化してくるでしょう。 5G になると、その別の意味での脅威は膨らんでくる、そう感じています。今まさにその脅威を感じる時ではないでしょうか。無人機でもやはり無人ドローンが一番今のところ懸念されています。上空何十メートルから何百メートルの低さで小さいものが飛んでくる、それに対応できることはほぼ不可能と思われます。実際レーシングドローンを防御することは不可能です。腕利きのパイロットが操作して自爆して逃げる、そんな状況の現代になりつつ
あるでしょう。すると被害だけの方が大きくなり、攻撃側の危険度は何百万かにだけ損失が出るだけです。攻撃される側はもう本当損失が大きいでしょう。今後のドローン未来を見据えて考えていかなければならないでしょう。それでは。